ジェイソン・ランバートはアメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州ロングビーチ出身。アライアンス MMA 所属。元 WEC 世界ライトヘビー級王者。バックボーンであるレスリングを基盤とした寝技の技術を持ち、スタンドでも的確で破壊力のある打撃を放つ。中でもパウンドは彼の得意技の一つである。警察官の格闘技教官を務めている。2005年1月22日、WEC 世界ライトヘビー級王座決定戦で、リチャード・モントーヤと対戦し、パンチ連打でギブアップ勝ちを収め王座獲得に成功した。2006年4月15日、UFC59 でテリー・マーティンと対戦し、パウンドで TKO を勝ち。2006年9月23日、UFC63 でラシャド・エヴァンスと対戦し、マウントパンチで失神小負けを喫し、連勝が8でストップした。2007年3月3日、UFC68 でレナート・ババルと対戦し、2R2、左フックで小勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトとファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年1月19日、UFC80 でビュソン・ゴベヤと対戦し、小負け。2010年8月14日、PWP 世界ライトヘビー級王座決定戦で、トニー・ロペスと対戦し、膝蹴りでダウンしたところに、パウンドで追撃され小負けを喫し王座獲得に失敗した。2013年1月17日、Bellator MMA 初参戦となったBellator85で、ヘクター・ラミレスと対戦し、ストレートアームバーで一本勝ちを収めた。ありがとうございます。